県内のの多くの小学学校で入学式が行われ、新学期がスタートしている通学する児童の列に混じる蛍光イエローのランドセルカバーは新1年生の印短い歩幅で上級生の後を追う姿を見るにつけ峠小路の安全を願う新入学児童の色といえば黄色を思い浮かべる人は多いだろう 交通事故から子どもたちを守るため目立つものを着用してもらうそんな考えに基づくさまざまな取り組みがイメージの定着に一役買っている代表格である黄色いワッペンは今年で60回の節目を迎えた交通事故で我が子を失った母の思いを伝える新聞記事がきっかけで1965年に始まった 当初は腕章だったが74年にワッペンに変更現在はみずほフィナンシャルグループ損害保険ジャパン明治安田生命保険第一生命保険の4社が全国の新1年生に送っている今年配られているワッペンは特別版だ交通標識と同じで学童2人が 横断歩道を渡るデザインだが隣には小さなピカチュウもいる大人気のキャラクターを見つけて目を輝かせる子どもたちの未来が林家で奪われてはならない運転者の重い責任を再認識する春である